はい、こんにちは。スタジオ系のモテキです。2023年も始まりました。今年もよろしくお願いいたします。ちょっと僕の個人的なお話になっちゃうんですが、去年の12月30日に僕の祖父が他界しまして、でそれに伴ってですね、まあ、今年は明けましておめでとうございますって挨拶は僕はちょっとできないので、まあ、していただいた際には今年もよろしくお願いいたしますという感じで、返させていただくことになるかなと思います。まあ、僕のおじいちゃんも93歳で亡くなったので、すごく長生きして、まあ、最後の最後までいろいろちゃんと話とかもできて、で、亡くなる本当少し前までおじいちゃんらしく生き切って、で静かにお亡くなりになったという形らしいので、まあ、今までありがとうと、まあ、向こうの世界でも、まあ、おじいちゃんらしくやってってくださいということでお見送りすることができました。まあ、本当に僕のその人格的なところっていうんですかね、倫理観とかその辺をすごく育ててくれたおじいちゃんだったなと思っていて、まあ、おじいちゃん昔その海軍にいて、でその後警察官として定年までこう地域の安全を守ったりだとか治安維持とかそういうのに当たられていて、本当にその正義感がやっぱり強かったのと、その僕は小学1年生の時から水泳やってるんですが、その水泳に行く時に学校が終わったらおじいちゃん家に行って、そこからおじいちゃんにスイミングまで送ってもらってっていう風に、ほとんど毎日おじいちゃん家に帰っておじいちゃんと一緒に時代劇を見て、でおじいちゃんのその石とか、あとは仏像とか、そういう結構神社仏閣だとか、あと刀剣とかですかね、刀とかそういうのが大好きだったので、まあ、そういう影響を小さい頃からすごくもろに受けて育っていたので、まあ、水泳選手だった頃からその古武道、古武術みたいなのの体の使い方とか精神のこう持ってき方みたいなのを水泳に生かせたらなみたいなのをちょっとこう模索しながらやってるような変な選手だったし、引退した後もその武術とか武道をやってみたいっていう思いがすごく強くて、剣術の先生のところに行ってみたりだとか、忍者、忍びの子先生ですかね、そういう先生のところに行ってみたりとかしていく中で、まあ、僕の師匠である遠山先生に出会って、で何回かこう稽古をやっていくうちに、あ、もうここだっていうふうに決めて、内弟子として取ってほしいということで内弟子の試験を受けて、まあ、2年間ぐらい試験をこう師匠にいろいろしていただいて、でそこから晴れて内弟子になることができたんですが、まあ、やっぱりそれのこう本当に大元の部分を作ってくれたおじいちゃんだったなっていうふうに思ってます。なのですごく僕の中ではやっぱり影響が大きくてですね、なかなかまあ93歳まで長生きして、まあ、それだけ頑張って長生きしてくれたっていうことで、結構その晴れやかな感じで送り出せるかなと思ってたんですが、案外やっぱりいろいろその式の最中とかはその思い出したりとかして、ちょっとその、まあ、やっぱり涙ぐんだりとかっていうのもあって、なかなかやっぱり頭ではその理性では、人間っていうのは亡くなった死んでしまったとしても、その体を構成している物質、まあ、他のものに形を変えるだけだし、それにその人が生きた証みたいなのはそのやっぱり、お世話になった人とかが受け継ぐからこう決して消えたり亡くなったりするものではないっていうふうなことはやっぱり理性では思うんですが、やっぱり心の中ではどうしてもその、まあ、やっぱりいなくなってしまったんだなっていう、ちょっとこう寂しさみたいなのが心の中に、残るんだなっていうのをすごく感じました。まあ、お正月の間はちょっとバタバタしてたんですが、まあ、ここからはですね、しっかり気持ちを切り替えて、まあ、おじいちゃんのおかげでこんなにたくさんのことができるようになったよとか、こんなにたくさんのことが分かるようになったよ、いろんな人にこう指導して、いろんな人をこう上手にすることができたよみたいなのをこう胸を張って言えるようにですね、ちょっと頑張っていこうかなと気持ちを切り替えているところであります。このスタジオ系からですね、ちょっと重要なお知らせが2点あります。でまず1点目がですね、去年から少し告知はしていたんですが、スタジオのレッスン料ですかね、そこをですね、1時間につき500円分値上げで、体験レッスンに関しては2200円で体験受けていただいてたのを、今後は3300円で、税込みで1100円値上げをさせていただく形になります。この値上げの理由としてはなんですが、スタジオ K ではですね、サポート選手というのを今作っているところでして、ね、このサポート選手というのはですね、このスタジオに来て実際にトレーニングしているところを動画に撮らせていただいて、それをこう YouTube で出させてくださいっていう形でお願いしているのが1点、まあ、その僕が実際にトレーニングを指導しているところを
見ることによって、なるほど、こういうところを注意しながらトレーニングしたらいいんだっていうふうに、こう見てくださってる皆さんが、より分かりやすくなるんじゃないかなっていうところと、あと僕はカメラに向かって喋るっていうの結構苦手でして、あんまり言葉が出てこないので、誰かに話して誰かから質問が来て、それに対して答えるっていう方が僕がやりやすいので、そういう方にですね、ちょっと声をかけさせていただいたっていうのと、あとはその選手自身がですね、日本国内の大会で成績を出すっていうのはもちろんのことを、世界大会だとか、パラリンピックだとか、そういう大きな大会を見据えて、そこで結果を出すために頑張っていって、そういうトップの舞台でこうしのぎを削り合うことによって、僕も勉強させてもらう、経験を積ませてもらうっていうのが1点と、あとはトップの舞台で活躍していく中でスタジオケアの名前をちょっとこう売っていっていただけたらなということで、サポート選手というのを今年は結構作っていこうと思っています。ちなみにサポート選手の第1弾は僕自身です。僕自身も試合に出ていきます。ただ水泳の試合は、水泳に関しては僕もやり尽くしてると思ってるので、水泳の試合ではなくて、格闘技だとか武術の試合ですかね。そういうのに出て、去年もキックボクシングでアマチュア全日本チャンピオンと戦って、判定負けにはなってしまったんですが、すごく強い人と実際に顔面あり蹴りあり投げ技ありで戦って、KO されることなく最終ラウンドまでなんとか戦い切れたっていう経験を積むことができたので、今年はですね、競技水種っていう試合だとか三打っていう試合で、世界大会を目指して、競技水種の大会は台湾で世界大会があるので、そこで上位入賞を目指して頑張っていこうと。で、そのためにやっぱりその活動資金的な面でちょっとその値上げをさせていただいて、僕もそうですし、あとはスタジオ系のサポート選手の方にもできるだけ通いやすい値段でトレーニングを受けてもらって、ここで鍛えた体幹だとかその力の抜き方とか、そういうものをしっかりこう試合の舞台で出してもらうと、そういうのを今後やっていきたいと思ってますので、どんどん物価が上がってきていろんなものが値上げしていく中で、うちは値上げしたくないっていう気持ちがあったんですが、でもちょっとそこは申し訳ないんですが、少し値上げをさせていただくことになります。で、それがまず1点目で、もう1点目なんですが、ありがたいことにですね、チャンネル登録者数が、2023年の1月4日時点でですね、9750人、約それぐらいチャンネル登録していただいた方がいます。で、1万人に到達したらですね、その YouTube のメンバーシップをちょっとやってみようかなというふうに考えています。メンバーシップというのは、 YouTube ってその無料で見れる動画配信サイトなんですが、その中でも課金制というか、月例えば500円とか700円とかそういう定額のお金を払っていくことによって、より課金してくれた方に向けて、そういう方の質問に対して動画でちゃんとこうお答えするみたいなのをですね、ちょっと手厚い形でそういう方に対して、水泳のことでもトレーニングのことでもダイエットのことでも、体関係に関することですか、あとメンタル系のこととか、僕が言えることであればいろんなことをこう指導させていただこうかなというふうに思っています。で、正直なところ、この一般向けの YouTube ではですね、その僕は外部に出せる情報しか出していないんですよ。なのでスタジオに来てもらった方とかはですね、あ、こんなトレーニングやるのとか、あ、腹圧ってこういうふうにやるといいんだとかっていうのはですね、結構その YouTube に出してないことをスタジオに来てくださってる方にはやってもらってます。あんまりだから広がってほしくないトレーニング法、つまり効果が高いトレーニング法とかっていうのは僕の中ではあんまり言っていないです。実際メンバーシップをやってみて、あんまりこううまくいかないようだったら、もしかしたらやめることもあるかもしれないんですが、現時点としては今年はちょっとそういうことにもチャレンジして、遠方でなかなかスタジオに通えない、うちに来れないとかっていう方に向けて、家でもこんなトレーニングできますよとか、こういうやり方で腹圧やると、体がすごく安定するし、手や足の力が抜けるだとか、そういったことを教えつつ、それを実際にやってみた方から質問をもらって、それに対して丁寧にお答えしていくとか、あと考えてることとしては、僕と一緒にその動画を見ながらちょっとこう太極拳みたいな動きを真似してやってもらおうとか、
そういうことをいろいろ考えてますので、僕の中でこう構想が固まったらそこはまた改めてお知らせしていきたいと思います。という形でですね、バタバタしながら始まった2023年なんですが、今年も良い年にしていこうと思っていますので、ぜひ皆さんも良い年、楽しい年にしていくためのその一つの情報源として、このチャンネルを活用して、見ながらいろいろやっていただけるといいんじゃないかなと思います。では皆さん今年もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。